皆様こんばんは、桜井よし子です。毎週金曜日夜9時生配信です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて嬉しく思います。さて、昨日の安倍晋三首相の靖国神社参拝について、さまざまな議論が生まれています。とりわけアメリカから批判されたということを日本のマスメディアが取り上げています。中国や韓国だけではなく、アメリカも怒らせてしまったというわけですが、違う見方もあります。ちょっとこちらをご覧ください。これはアメリカ大使館が出した声明の全文です。アメリカのバンダビルト大学の日米研究所の所長のジム・アワーさんという人が、この声明は全部で88ワードで作られている。そのうちのたった20ワードだけが日本批判であるということを指摘しています。例えば、この赤く書いたところが日本批判の部分です。黒く書いたところが、まあ、日本に対しての前向きの評価及び中立の評価です。例えば、Japan is a valued ally and friends。日本は大事な同盟国であり友達です。しかし、Nevertheless。The United States is disappointed. アメリカは失望しています。That Japan's leadership has taken an action that will exacerbate tensions with Japan's neighbors. 日本のリーダーシップ、つまり安倍総理大臣が、日本の近隣諸国との緊張を悪化させるような行動を取ったことについて失望していますということを書いたわけですね。で、失望しているというこの一言だけを取り上げて、日本の新聞もメディアも大変な批判が起きているというけれども、ジム・アワー教授はこの黒い字の部分見てくださいと、68ワードは日本に対する前向きの評価なんです。赤い20ワードだけです。4分の1以下が批判なんですよということを言って、まあ、全体像を見たらいかがですかということをおっしゃっているわけです。まあ、私もそう思いますが、このような意見がアメリカの知日派の学者から出ているということに、私たちは留意をしたいと思います。さあ、今晩このスタジオでは、朝鮮半島問題を論じます。靖国神社参拝問題とも非常に深く関わっているのが、まあ、朝鮮半島韓国でありますけれども、今日はその韓国からのお客様をお迎えしております。本先生、こんばんは。本先生は前に、駐日韓国大使館の講師を務めておられて、今はまあその統一日報という日本で出されている、まあ、韓国の方々向け、日本人向けの新聞社の論説主幹もしておられるということで、まあ、面白くない話題かもしれませんけれども、この安倍総理のですね、靖国神社参拝問題について、韓国政府はものすごく強くこの反発をしているんですね。例えば、その日本の過去の植民地支配と侵略戦争を美化して、戦犯を合祀している靖国を参拝したと、全てのこれからの日韓関係の悪化の責任は日本にあるということを青瓦台大統領府がその発表して、これは外務省が発表するよりはもうちょっと一段高いレベルの発表であって異例のことだというのが、韓国の中央日報という新聞が書いたことなんですが、この韓国政府の反応とはちょっと別に本先生ご自身のこの安倍総理の靖国神社参拝についての、感想といいますか、反応はいかがですか？まあ、私個人的なあれでは、はい、先ほどアメリカ在日アメリカ大使館が出したコメントなんですが、はい、私はもうそれに対しての見方を、私はその方と私別の角度で見るんですが、はい、もうまあ在日のそれからのソウルのいろんな人々と、はい、昨日安倍、
総理の靖国参拝に対して実はちょっと、まあ、電話などで、まあ、自然に話題になりますから、はい、まあ私が見るにはですね、多分安倍総理が、まあ、他の友人たちも同じだったんですが、しばらくは、まあ、韓国、中国との首脳会談などが見込みがないと判断されて、はい、日本国内で、まあ、点数稼ぎをせざるを得ないと、うん、まあ、そういうことだろうという話だったんですね、うん、日本の事情が分かる友人たち、うんうん、まあ、私も父はそう思います、うん、ただここで気になるのが、そうなりますと今まで例えば日本のいろんな方々が韓国の大統領が内政の、はい、要求のために反日を利用 しているとか、うん、まあ、そういう指摘が多かったんですが、仮に今我々が感じているように、まあ、まずは国内政治を配慮してのご参拝ということだったら、うん、やっぱりそれは日本もこれが政治優先でこの問題を利用した、うん、ということになるんじゃないかということが正直な気持ちですね。今国内政治優先、国内政治のためのまさに靖国参拝ではないのかということが、まあ、先生および韓国の方々の、まあ、一つの見方だとおっしゃいました。確かに国内政治というのは一つの要素としてあると思うんですけれども、果たして安倍さんが国内政治を考え、言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは有料会員を募集しております。会員になっていただきますと、桜ライブの収録動画や講演 VTR をいつでもご覧いただけます。さらに桜井キャスターの書き下ろしのメールマガジン、これまでに発表したコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには会員登録をしていただき、月々に会費945円、または年会費1万500円をご負担いただきます。詳しくは言論テレビのホームページをご覧ください。言論テレビは皆様にご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネットテレビを運営いたします。